日本神奈川県山和市中央林間中央林間は神奈川県山和市にある地名。現行行政地名は中央林間1丁目から中央林間9丁目。郵便番号は242-0007。山和市北部に位置する。東は月宮、西は中央林間西、南は南林間と林間都市も鶴間、北は 相模原市東林間と上鶴間に接する小田急江ノ島線と東急田園都市線の中央林間駅を中心とした地域である2018年10月9日に東側に隣接する下鶴間の一部を中央林間6丁目から9丁目として編入した住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば 中央三の3-15-20の,の地点で25万円平方メートルとなっている。大和市内で最も地価が高い。大正末まではこの地域は下鶴間の一部であった。1929年4月に小田急江ノ島線が開通すると同時に小田原急行鉄道により開発が始められることが決定した。この開発計画が林間都市計画である。 林間という名の由来は、この地域が雑木林であったことによる。林間都市には3つの駅が設置されることとなり、このうちの一つが中央林間都市駅である。当時の計画図によると、中央林間駅を挟んで放射線上に道を伸ばし、小畜の撮影所や相撲力使用性所を誘致し、さらには野球グラウンドなども建設するスポーツ都市として計画された。 小田急は1929年から1931年にかけて臨間都市の分譲を始めたが、開発は思うようにはいかなかった。原因として、都心から遠すぎたこと、分譲価格が高すぎたことなどが挙げられる。1941年に太平洋戦争の勃発により計画は事実上中止され、駅名から都市が除かれた。 中央林間の地名はこの駅名に由来する。小田急による林間都市計画は挫折した。しかし、1984年4月9日に東急田園都市線が乗り入れ、中央林間は東急多摩田園都市計画域に編入された。田園都市となってから開発は急速に進み、現在に至る。2020年9月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。AB、山和市の地区別人口と世帯。山和市。2020年11月25日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年2月26日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月26日閲覧。山和市住居表示。 紹海町,町名地盤整理について国土交通省地下、工事、都道府県地下調査。ありがとうございます。